真実を求め探し物か。嘘の嘘の真実の嘘の裏の真実の嘘が嘘と思うか。嘘は悪だと思うか。第五試練達成おめでとう。大したもんだな。どうやってわかった？赤い給油機は嘘を書いてあるからな。なるほど。ではいいことを教えよう。明かりが綺麗だね。雰囲気がなんか独特だよね。インソムニアとは全然違うな。どうした？あ、なんでもない。どうしたの？死者を探してるんだけど、いなかったか？わからない。でも、ここにはいないと思う。そっか。ありがとう。どうしたの？まさか、あんたが死者なのか？違うわよ。私は参加者よ。どうしたの？いきなり。とぼけんな。あんたが死者だろ。どうした？見事ゲームクリア。え、ゲームクリア？うん、おめでとう。宝をあげるね。この真実の証は大事なものよ。絶対になくしたりしないでね。真実の証を持っている限りいいことが起こるわよ。なんか最後あっさりだったね。まあこんなもんだろう。なあ、金髪のすごいさ。トレジャーハントもクリアしたし、イグニスに自慢しに行こうよ。だな、行こうぜ。ここも静かだな。うん、戻ろうよ。どうした？あ、なんでもない。
見てよイグニス、トレジャーハントクリアしたんだよ。おお、これは挑戦状だな。え、どういうこと？一般向けトレジャーハントは終わったが、高難易度トレジャーハントの挑戦状のようだ。まあ無理に挑むこともないだろう。なんかよくわかんないんですけど。真実と嘘は表裏一体だ。真実の証とはよく言ったものだ。どうした？あ、なんでもない。ゆっくり見てってよ。毎度あり。またどうぞ。先祖を辿っていくとアサシンだったとかわからないもんかな。俺きっと先祖はアサシンだった。思うわけだ。そりゃゲームの世界みたいだな。まだなんかあんのか。
りきれんな。どうした？あ、なんでもない。ここでは一ネリスレンジが遊べるぜ。ルールは簡単。機銃を使って野獣どもを撃つ。どうだ？いらっしゃい。またよろしく。真実の証を持っている限り、いいことが起こるわよ。夜の雰囲気もまたいいね。緊急事態が発生しました。市民の皆さん、一時避難をしてください。
しばらく隠れるか。ノクト、大丈夫？ああ、市民の誘導、サンキューな。眠れ。立たなくて助かるわ。ノクタが変に瞬間移動とかしなければね。
どうした？あ、なんでもない。